土曜の牛の日、土曜牛の日は土曜の間のうち十二子が牛の日である。土曜とは五行思想に基づく季節の変わり目を意味する雑節で四季の4リッターの直前の約18日間を指す。この期間中の牛の日は年に平均6.09日あることになる。一般には夏の土曜の牛の日のことを単に土曜牛の日ということが多い。夏の土曜には 牛の日が年についた地か二日あり、二日ある場合は、それぞれ一の牛、二の牛という。以下、夏の土用の牛の日のことを単に土用の牛の日と呼ぶ、こととする。平気法では、土用の定義が異なるため土用の牛の日が異なる年も、あるが、ここでは、退院歴以来普及している定期法での土用を、用いる。春の土用の牛には、い、夏の土用の牛には、 秋の土用の牛には、他、冬の土用の牛には、火のつく食べ物を取ると良いとされ、特に夏の土用の牛の日にはうなぎを食べる風習が、江戸時代から見られる。土用の牛の日になることがある日は、夏の土用になることがある7月19日から8月7日である。毎年夏の土用となる7月19日から8月7日は、いずれも等しく12年に1回の割合で土用の牛の日となる。 1900年から2099年の間は土曜の日付が少しずつ前倒しになるため土曜の牛の日になりうる日も変化する。1907年には明治の改歴から現在までで唯一8月8日が土曜の牛の日となった。2096年には改歴以来初めて7月18日が土曜の牛の日となると予想される。前節のように 土曜の牛の日が2回となる場合が多々ある。夏の土曜は太陽光景が117度から135度の前日までと定義され、平均18.82日間ある。19日の年の場合、土曜の入りから7日以内に牛の日があると、土曜のうちにもう一度牛の日が巡ってくる。これが2の牛であり、57%の年にある。 夏の土曜の入れは7月19日から20日なので、最も早い二の牛は、入れが7月19日で、牛の日があった場合の7月31日となり、7月に2回土曜の牛の日が来る。2009年、明治会歴以来初めて7月の二の牛となった。ただし、7月の二の牛はこれ以降21世紀の間はそれほど珍しくなく、 2025年、2041年、2057年、2073年、2089年と16年周期で7月31日が二の牛となり、2096年には7月30日が二の牛になると予想される。日本で暑い時期を乗り切るために栄養価の高いうなぎを食べるという習慣は、万葉集にも読まれているように古代に橋を発するとされるが、 土曜の牛の日に食べる習慣となったのは、文政5年当時の話題を集めた名和紙によれば、安永、天明の頃よりの風習であるという。農林水産省の広報用、ウェブマガジンでは、うなぎには、夏バテ予防に必要な栄養素が豊富に、含まれていると紹介されている。しかし、日本における疲労研究の第一人者である。 大阪市立大学大学院特任教授の梶本、おさみによれば、栄養価の高いものを食することが当たり前になった現代は、エネルギーやビタミン等の栄養不足が原因で、夏バテになることは考えにくく、現代において夏バテ防止のためにうなぎを食べるという行為は医学的根拠に乏しいとされ、効果があまりないとしている。うなぎのか焼き通説うなぎを食べる習慣についての由来には、 諸説あり、佐野国出身の平賀源内が発案したという説が最もよく知られている。しかし、平賀源内説の出典は不明で、前日の名和紙にあると説明するケースもあるが、名和紙には記されていない。源内説は細かなバリエーション違いがあるが、ようやくすれば、商売がうまくいかないうなぎ屋が、夏に売れないうなぎを何とか売るため、源内のもとに相談に赴いた。 現内は、本日牛の日と書いて、店先に貼ることを勧めた。すると、そのうなぎ屋は大変繁盛した。その後、他のうなぎ屋もそれを真似るようになり、土曜の牛の日にうなぎを食べる風習が定着したというもの。牛の日と書かれた張り紙が効力を奏した理由は、諸説あり定かではないが、一説によれば、牛の日に、 うの字がつくものを食べると夏負けしないという風習があったとされ、うなぎ以外にはウり、梅干し、うどん、うさぎ、馬肉、牛肉などを食する習慣もあったようだが、今日においてはほとんど見られない。実際にもうなぎにはビタミン AB 群が豊富に含まれているため、夏場で食欲減退防止の効果が期待できるとされているが、前日の通り、 栄養価の高い食品で溢れる現代においてはあまり効果は期待できないとされる。そもそも、うなぎの旬は、冬眠に備えて、ミニ養分を蓄える晩秋から初冬にかけての時期であり、夏のものは味が落ちるとされる。その他の説、ありがとうございます。